まあいいけどさ、いやよくはないけど。はい、ということで今回も続きからやっていきたいと思います。ってことで今回は、あ、ちょっと待って、私前回これ話聞いてなかった。そっかそっか、姫様の話もなんか座っとるけど、なぜ立ち上がる。おう、アイラ様、3人の賢者を全員お連れくださったのですね。座って話してくれていいんだけどね。三賢者はアイラ様の古いご友人とか、何か強い絆のようなものを感じます。古いご友人って知り合って何年経っとる設定なんやろ。精霊ルビスの求めに応じ、あの方々が持ってきてくださったのは、竜王を倒す鍵となる聖なる祠と虹の雫を作るのに必要なものとか、アイラ様の責務である竜王討伐の準備もこれで一歩達成に近づきましたね。実はアイナ様、私は最近よく考えるのです。ルビスからはあなたのことを竜王を倒す存在ではないと聞いていますが、そうそうそう、あなたのお力であれば竜王を倒すこともできるのではないかと。だって今まで散々ボス倒してきたよ。あなたのお仲間の皆様もアイナ様が竜王を倒すと信じているようです。信じられても困るんだな。ただムツヘタが言うように、人には定められた役割というものがあるのでしょう。おそらく全てはルビスの導きのままにということなのでしょうね。とにかく三賢者を集めていただき三賢者をお集めいただきありがとうございました。今はただひたすらにラダドームの再建と竜王を倒す準備を進めてまいりましょう。クエストコンプリート、命の木の実。これ前回聞いとかんといかんかったやつやね。急激に座ったけど、あ、なんだなんだ、びっくりマークがいっぱい増えたぞ。ってことでとりあえず話を聞いていくか。あ、ロロンドが来た。ふん、あゆなよ。見えねえ。このラダトームにも、このラダトームもメルキドに負けず劣らずいい街になりそうだな。さて、我が輩がここまで来た理由は、古のメダルを届けるためだけではない。竜王の討伐に必要となる伝説の鎧の作り方をお主に伝えに来たのだ。ルビスからのお告げで、お主が竜王を倒す準備をしていると聞いたとき、我が輩はふとメルキド録の失われた武具に関する記述を思い出しな。それは竜王に対抗する伝説の鎧を、雪の符という鍛冶屋が持っていたという記述だ。うふふ。あゆなよ、覚えておるだろう。我ら神聖メルキドの鍛冶屋、雪の屁こそだ。その雪の符の子孫であったこと。おお、なんかそんな人おったね。あの、ハゲた人やろ。雪の部屋はこう申しておった。伝説の鎧はすでに失われているが、ビルダーのお主なら新たに作れるはずだと。雪の日から作り方は聞いてきた。さあ、竜王を倒すべく伝説の鎧を作るのだ。伝説の鎧を自分で作るのか、すげえな。お、思いついた。光の鎧をひらめいた。お、光の鎧を作るのだってなっとるね。オッケー、ここかな。光の鎧、光の、あ、これや、作れる。よし、光の鎧を1個作った。光の鎧は装備袋に入った。作ったよ。なんかそこで拍手してるけど、なんかいろいろごちゃごちゃしてるな。おお、アイナ、ついに光の鎧が完成したのだな。どれ、我が輩にも一度その伝説の鎧とやらを着させてくれ。さあ。うるせえ、着るな。ん？なんだと？加齢臭がつきそうだから嫌だったと？あれだな、主人公はロロンドに厳しいよね。まったく、お主は最初から変わらんな。思ったことをずけずけと口にしよって。精霊に使わされたものならば、もっと清い心を持っていても良さそうなものを。まったく、純粋というかなんというか。逆に純粋なんだったらいいじゃんね。もっとも我輩はそういうものの方が人間らしくて好きだかな。ぶわっはっはっは。なるほど、ド M っぽいな。ところでアイナよ、あのムツヘタという老人、なぜアーも偉そうなのだ。アイナは竜王を倒すものではないなのとふざけたことを抜かしおって。竜王を倒せるのは今のこの世界でお主しかおらん。我輩はそう確信しておる。頼むぞアイナ、完全に光を取り戻した世界を我輩に見せてくれ。ピリンもロッシも皆、世界に真の平和が訪れる日を待っておるぞ。ロロンドは何かと人を敵に回すよね。
おっと、そうであった。伝説の鎧を作ることができたお主だ。強力の盾も作れるのではないか。さあさあ、どうだ。少し考えてみるがよい。強力の盾。強力の盾とだけ言われて何か思いつくか。クエストコンプリート、金。え、思いついた。勇者の盾をひらめいた。伝説の勇者が愛用した聖なる盾。ロトの紋章入っとる。すげえ。作ろう。ここに確か、増えとる。あ、増えとる。やった。え、違う。こっちだし。勇者の盾。鋼インゴット。鋼インゴット。作れない。あ、なるほどね。鉄のインゴットが足りない。あの人はあからさまに作業台の上に乗ってる気がするんだけど。ね。これで作れるか。なんだっけ、勇者の盾。これこれこれ。かっこいいね。よし、勇者の盾を1個作った。ってことで、ちょっと両方とも装備しておこうか。装備。どこ？鋼じゃなくって、光の鎧を装備して、勇者の盾。オッケー。じゃあちょっと次姉子、あれ？さっきの兵士はいなくなったのかい？おいな、竜王のやつをぶっ倒す準備は順調かい？ちょっとね、時間が早すぎたけん。もったいつけて悪かったね。そろそろあんたに竜王を倒すための伝説の剣、王者の剣の製法を教えるよ。そもそもこの剣は、私たちが住むマイラで作られたって言い伝えがあってね。あんたがマイラを出発する直前、ふと思い立って作り方を調べさせてたってわけさ。さあ、竜王をぶっ倒すために、さっさと王者の剣を作っちまいな。作っちまいなと言われても。てか、旅立つ直前に気づいたんだったら言えよ。王者の剣をひらめいた。伝説の金属を聖なる力を込めて鍛えた剣。ここで作るんかな、それも。一応、防具は下の方にいっぱいあったけど。あ、あった。王者の剣。これもあっという間にできるな。できたよ、姉子。おお、ロロンドのアップだ。こりゃすごい。ついに王者の剣が完成したんだね。よし、これで竜王をぶっ倒す準備が一つ完了したってことになるわけだ。ところで、あゆな。あの六つ下手とかいうじいさんと、二人の兵士、ひねりつぶしてやってもいいかい？どうした？何があった？あいつら、あんたのことを大工だとか、竜王を倒すことは使命じゃないとか抜かしやがって。そもそもね、何なんだい、使命とか役割とか責務とかってのは。偉そうに上から決めつけやがって、自分がどうするかってのは自分で決めるもんだろ。そもそもだよ、私はお告げってやつも気に入らないんだ。言っておくけどね、アユナ、私はルビスのお告げなんてなくったって、太陽の石と王者の剣のことを伝えにこのララドームまで来ていたさ。あー、イライラする。イライラするよ、アユナ。こんな時は温泉に入りたくなるね。竜王を倒して世界が本当に平和になったら、またマイラの温泉に入りに来なよ。シェネリもコルトもアラクレドモも、それにきっとあいつもみんな待ってるからさ。あ、あいつね。ちょっと名前を忘れたけれど。あれでしょ？発明家の。ラライだ、ラライ。思い出した、よかった。クエストコンプリート、銀。オッケー。あれだよね、今までの世界の人たちは、みんな私をすごく信頼してくださっているようだ。六つ下手。あとはもう六つ下手だけかい。あれ、兵士もう一人いなくね？いた。ん？なんか今急激にびっくりマーク出たけど。急激にびっくりマーク出たけど。話聞いてみよう。実はアイナ殿、このような時ですが、姫のことで頼みたいことがあります。姫は町民とも接する優しい方。しかし、新場所、寝場所まで一緒なのはどうかと思うのです。そこでアイラ殿、姫のために特別な寝室を作ってはいただけませんでしょうか。もちろん姫の望みではありません。今が大変な時であることもわかっています。しかし、姫の身の安全を守るのも、我ら兵士の責務であり、使命なのです。さっき姉子が言いよった。嫌いだという責務。そうですね。場所はこの辺りがいいでしょう。勝手なことを言うなよ。そこは私たちの寝床だぞ。
寝室には美しい花飾りに壁燭台と貴族の椅子を一つずつ、そして女の壁掛けと姫にふさわしい豪華なベッドを置いてください。どうです、アイラ殿なら姫にふさわしいベッドを思いつくのではないですか。姫にふさわしいベッドとはなんだね。あれはふさわしくないとでも。お、幕で覆われた大きく豪華なベッド。なるほどね、ああいうカーテン付きな感じだ。何がいるって言った、ちょっともう一回。どうですアイラ殿、姫の寝室作りは順調でしょうか。寝室には美しい花飾りに壁燭台と貴族の椅子を一つずつ、そして女の壁掛けと姫にふさわしい王女のベッドをお願いします。花飾りはあたりの美しい花を草花スコップで掘って持ってきてくださいね。ではアイラ殿、伝説の大工の名に恥じない寝室作りを頼みます。なるほど、ということでとりあえずまあ作るものを先に。何作るんだっけ。あ、壁燭台行くこと。あとは女の壁掛けは確か作っとったけん、作っとるというかもうついてるけんね。王女のベッドと、あとは貴族の椅子と、あとは女の壁掛け、あ、草花スコップでなんか花をすくってこいと言いよった。花をすくってきて持ってきてくださいねって言った。こんだけかな。じゃあとりあえずこの辺破壊していこうか。ちょっと待って。とりあえずこの辺一旦全部破壊して、あーみんなの寝床がなくなる。辛い。びっくりした。今一瞬なんかベッドにおねしょの跡みたいな見えた気がしたけど、ただの影だった。この辺のもとりあえず取り除いとこうね。あ、壁が破壊される。よし、オッケー。この辺のもちょっと一旦。はい、オッケー。んで、壁燭台。空き部屋が壊れてしまった。じゃ、この辺に。なるほど、どっちかじゃないとダメなの。こっちでいっか。ん？下すぎる。ちょっと待ってね。空き部屋完成したところ悪いけど。これで、まあ、上に、つけよう。はい、オッケー。空き部屋が完成した。そして、王女のベッドを、まあ、この辺に。どうだい？これは縦置きなの？横置きじゃないんだ。はい。そして、貴族の椅子。まあ、この辺に。はい。てか、椅子だけじゃなくてさ、どうせならドレッサーとか置いてあげればいいのにね。あとは、女の壁掛けと、あれか、花飾り。その辺で花をすくってくると。スコップも装備しなくちゃ使えないぞ。はい、オッケー。これで、ん？そういえば私、あれだな。剣装備してないよね。王者の剣。オッケー。これで、あとは、スコップ。オッケー。花飾り。一個じゃ寂しくない？何個か救っていこっか。この辺の。お、初めて白い花を手に入れた。さっきなんか、取ってこいって言ったやつのアイコンこんな感じやったけん、多分この花でいいんだろう。これを部屋に飾ると。お、初めて布草を手に入れた。何個ぐらい？もうこれぐらいでいっか。はい、取れた。じゃあ植えまーす。もうなんかね、ここの周りにもすごいいっぱい罠を仕掛けたけど。どうしよう、どの辺に置く？こっちの方にポンポンポンと置いてこっか。あ、間違えた。ごめん。はい。あ、お姫様の寝室になった。びっくりした。一瞬足りんのかと思った場所。はい。あ、いい感じじゃないこれ。まあ別にいい感じではないかもしれんけど。はい。
あ、ごめん、寝た、私が。私が寝たわ、このベッドで一番乗りに。ごめんね、お姫様のなのに。はい。おお、姫の寝室が完成したのですね。うんうん、これなら姫もお喜びでしょう。さすがは伝説の大工、元い伝説のビルダー、アイナ殿ですね。それはそうと、アイナ殿、やはりあなたは随分変わった人ですね。噂はいろいろ聞きました。いくら魔物と戦っても強くならないとか、幽霊が見えるとか、魔物と話せるとか、愛想がないとか、体が冷たいとか、筋肉がないとか、ちょっと最後の3つは何だろうか。でも僕がいつも驚くのは、夜眠っている僕に声をかけてくる時です。人が眠っているのに話しかけてくる、その無神経さもさることながら、あなたに声をかけられるとどうしても体が反応して飛び起きてしまう。アイナ殿、あなたは本当に普通の人間なのですか？何、そんな威圧感があるってことですか？おお、おお、おお、何、まさか、まさかまさか、僕にだけ見えているなんてことはないですよね？いや、みんな見えてるでしょ、話してるじゃん。ひーと、とにかく姫の寝室をありがとうございました。勝手に人を幽霊扱いしないでくれるかね。クエストコンプリート、キメラの翼。まあいいけどさ、いや、よくはないけど。そよそよと動いてるね。姫様、寝室できたよ。はい、ということで、まあ、今回はこの辺で終わっておこうかな。これでちょうどいいぐらいの時間やろ。はい、今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。今回結構サクサクサクっといろんな武具防具、武具防具、武器防具が揃ったね。